はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしんです。今日は皆さんに育てやすい観葉植物の神7を教えたいと思います。初めて観葉植物を育てるよっていう方でも、これから紹介する観葉植物でしたら、必ず上手に育てることができます。皆さんのね、よく知ってる名前の観葉植物も出てくると思いますので、私はこんな風に育てたよなんていうね、ご意見もありましたら、ぜひね、お気軽にコメント欄にコメントしてください。ではですね、早速、神7を紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。なぜ不発。はい。では、第7位の発表です。第7位は、ユッカ。はい。皆さんのよく知っているユッカです。はい。こちらね、ほんとこう、誰でもね、一度は名前を知らなくても、あ、この植物は見たことあるよって人が多いと思うんですけれども、これね、中央アメリカが原産で、例えばまあ、向こうの中央アメリカとかね、メキシコとか行くとものすごい大木になってて 5,6 メーターの大木になってて、その上にこれね、花が咲くんですよね。花芽が出て、日本でもこれ見られるんですけど、花芽が咲く、立って花が咲くんですね。でその花芽だけをドライフラワーにして、それが花材として流通してるんですけれども、それがなかなかまたかっこいいんですよ。僕もよく使ったんですけれども、すごいね、こう2メーターくらいあるんです、花芽だけで。ですごく軽くて使いやすいんですよね。だからまあ、ユッカの花芽だって、あれを結構知らない人が多くて使ってることもあるし、実際にその花芽のドライを見たことないっていう人も多分いっぱいいると思うんですけれども、このね、ユッカの花芽もそうですし、ユッカ自体もそうですし、やっぱりね、とってもポピュラーで使いやすい。まあ、ユッカの花芽はポピュラーじゃないか。ユッカの花芽は僕なんかしか知らないから、皆さん多分知らないと思いますけど、ユッカ自体はポピュラーなんですよ、すごくね。で、すごく育てやすいです。ただ、水やりすぎると根腐れしやすいんです、あれね。なので、水のやりすぎだけは注意してください。水のやりっていうのは、本当にこう最低限上げてれば植物って枯れないんで、もう1週間に1度とかで全然問題ないと思います。はい、ではね、第6位の発表です。第6位はマッサンギャン。はい、皆さんのよく知ってる幸福の木です。マッサンゲアナと言います。6位に入ってきちゃったのと思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そのくらいね、まあ、ポピュラーでどこ行ってもあるような人気の高いね、観葉植物です。ただこれ一つですね、やっぱりこの子たち、皆さん多分経験してると思うんですけど、こう、茎がね、腐りやすいんですよね、マッサンは。これもやっぱり、ね、水のやりすぎが原因なんです、もともとと言ったら。ただ、結構こういうね、太いところの脇からこう芽が出てるじゃないですか。太い木をそのまま輸入してきて、日本でこう芽を出させて、植え込んで芽を出させてるんですけど、だからまあその輸入の段階でちょっと腐りやすい個体っていうのは多分ね、僕あると思うんですよね。あれ見てて、水のやりすぎだけじゃない気がしてます。結構腐って同じように水やってて3本のうち1本腐っちゃったって人が結構多いんですよ。僕もまあそういう経験あって、3本あったうちは2本が腐って1本はね、大きくなったとかね、まあ、そういうこと多々あります、幸福の木は。なので大体こう 3本植えとかになってるんですよ。まあ、1本植えも今ありますけど、3本植えとかになってて、そのうちの3本のうち2本が枯れちゃったりするんですよね。なのでなんか個体差があると思うんですよね。だから、まあ、そういう意味で、まあ、ポピュラーに置いてあるんですけど、ポピュラーに腐らせるんで、皆さん、まあ、育てやすい。何でもね、もちろんその1本が何でもこうそれから育てたりするんですけど、だから育てやすい植木ではあるんですけど、まあ、この神7の中でいうと6位ぐらいかなっていうところですね。はい、では続きまして第5位の発表です。第5位はフィカス・アルティシム。はい、フィカス・アルティシマ、別名西洋ゴムの木と言われている植物です。よくある日本の、ね、ゴムの木の仲間ですね。葉っぱを取ると白い樹液が出てくるゴムの木ありますよね。ただ樹液に関してはこういうとこにつくとかぶれる人もいるんで、僕もかぶれる一人なんですけど気をつけてください。ただすぐに手を洗えば大丈夫ですので、ああいうのは手についたらすぐにね手を洗うようにしてください。痒くなったりもするんでそこは気をつけてください。で環境に、ね、合わなくなると葉っぱがねポロポロ落ちてきたりします。ただその後すぐにこの木自体が枯れてしまうんではなくて、すぐに新しい葉っぱが出て、それがまたそこの関係のあった葉っぱが出てくるんで、それで再生するんですよね。なんかとっても育てやすい植物です。また最近はこうくねくねっと曲がったタイプとかもよく出てて、とってもインテリアにもね合うし、前に紹介したユッカとかマッサに比べて根腐れもしにくいし、とても育てやすくてかっこいい植物だと思いますので、ぜひ皆さんの素敵なお部屋に置いてみてください。はい、第4位の発表です。第4位はポトス。なぜ不発。はい、皆さんのよく知ってるポトスです。里芋科の植物です。こちらも本当に何十年も前からある植物で、昔もポピュラーで今もポピュラーっていうねすごいタイプの植物です。もう昔もポピュラーで今もポピュラーって切り花でもなかなかないんですよね。そのぐらい本当にこう人気が高くて育てやすい植物なんですよね。だからこの子はねお家の中で育てていくには本当に育てやすい植物です。もともとアマゾンの、ね、奥にいたような、子なんで日にもあんまり当てなくて大丈夫なんですね。ただ基本つる性植物なんで垂れ下がるんですよ。だからこう支柱でこう絡めてねどんどん上に伸びていくような仕立てになってるんですね。なので、伸びるともちろん伸びるとですねそこから垂れ下がるんですね。それだけはね皆さん了承して育ててあげてください。もっと高くしたかったらもっと支柱高くして絡めていけばどんどん上に伸びていきますけど、この支柱があってこういう垂れる感じ僕はすごく好きですけどね。ただそういうのって好き好きがあるんで、そこのところはちょっとね皆さんの好みによると思いますが、伸びてきたところをカットしてお水つけておくと根っこが出てくるんで、それをねこう増やすこともできますし、カットした葉っぱをね切り花として使うこともできますし、なかなか僕は使い勝手がいい植物じゃないかなと思います。はい、でね水やりも本当にこうあんまりあげなくていいんですポトスは。基本的に水のやりすぎだとポトスも根腐れを起こして枯れてしまうことがありますので、水のやりすぎだけには注意してください。ちょっとね水がないとくたっとしてくるんですよ。もう毎日見てるとすぐ分かります。くたっとしてくるんでそこから水あげるともうすぐにシャキッとしますので、そんな感じでいいと思います。常にねこうシャキッとさせるために多めに水あげてるとかなり悪い方向に進んでいくことが多いんですね。根腐れして、ね、植物は枯れるしコバエは湧くし、とても悪いことばっか起きますので、ちょっと乾き気味な感じで管理してあげたらいいと思います。はい、あとね直射日光は苦手なんですね。なのであんまりガンガン日が当たる場所じゃなくてカーテン越しに日が当たるようなところで育ててあげるととてもベストです。ぜひ育ててみてください。はい、続きまして第3位の発表です。第3位はモンステラ。ならない。なぜならない。はい、こちらまたまたポピュラーなモンステラが出てきました。もうこちらはですね、ポトスと一緒、サトイモ科の植物で、またポトスと一緒、ジャングルの水流の中にいたような植物で、またポトスと一緒、つる性植物です。なので全くポトスと育て方も一緒なんです。こう直射日光はあんまり当てなくていいんです。よく南国のイメージでハワイのね、こうアロハなんかに出てきたりしますけど、全く南国のイメージなんですが、南国というよりは、そういうね、密林の中にいるような子なんですね。なんかちょっとこう南国っぽいイメージがついてるじゃないですか。ちょっとでもね、ちょっと違うんですね、本来は。なので、つる性植物なんで、さっきも言ったように支柱がなければどんどん垂れてね、伸びていくような植物なんで、そこのところは、高く立ててね、縦に仕立てたかったら支柱をさらに伸ばしてこうつるを引っ掛けていくと、どんどん上には伸びていきますけれども、さっきも言ったようにちょっと垂れ下がるようなね、形がねかっこいい植物もありますので、そういうところをね生かしてインテリアにしてあげてみてください。とってもね丈夫で、水やりもさっきのポトスと一緒であんまり水やり必要はありませんので、ぜひね根腐れだけしないように気をつけて育ててみてください。なかなか、個性的な葉っぱで、また途中の根っこがこれで出てきたりして、そういう樹形も個性的だし、僕はね大好きな植物の一つです。はい、第2位の発表です。第2位はパキュラー。はい、これも本当にポピュラーなアオイ科の植物のパキュラーです。皆さんね、この木を見て一度は見たことあるよって言ってる人が多いと思うんですけれども、この子ね実はブラジル原産なんですが、ブラジルでは高さ 20m にまでなる巨木になる植物なんですね。信じらんないですよね。パキュラーが高さ 20m ってなんか全然僕にはこう信じられないんですが、あれ実がついてパキュラーってその実をね焼いて現地では食べるらしいんですよ。なのでちょっとねその実のついた画像ないかなと思って調べたんで、皆さんにもねその実の画像をお見せしたいと思いますが、僕もこの実がついてるの初めて見ました。なんかもうこうなったら実際に自分の目でもこの実を見てみたいと思っちゃってます今。なのでちょっと探してみようかなと思ってます。はい、でね育てるのはねものすごく簡単なんです。もうどんどん育ちます。もうね日が入る方向って必ずあるじゃないですか。そっちに向かってビュンビュン伸びていくんで、たまにこう回転させてあげないとこう片っぽにぐんぐん伸びてくる。それでまた早いんですよ伸びるのが。なので回転させないと樹形がどんどん傾いていったりとかしてしまうので、そこのところはね注意が必要ですけれども、あとねあんまり伸びすぎちゃったらカットしても大丈夫です。どこでカットしても大丈夫なんで、長すぎるところはカットしてあげてください。そのぐらい丈夫な植物です。こちらも水やりすぎだけはただ注意してください。根腐れは起こします。起こりやすいです。たださっき言ったユッカとか幸福の木ほどは根腐れはしないので、そこまでの注意は必要はないですけれども、でもやっぱり水やりの上げすぎでいいことって本当にないので、ちょっとやらなすぎくらいで育ててあげると良いと思います。第1位の発表です。はい、ついに来ました。第1位の発表です。第1位はサンスベリア。はい、もうこちらはめちゃくちゃ丈夫なリュウゼツラン科の植物です。もうとにかく丈夫です。特にまた空気を浄化する植物のナンバー1って言われてますので、一時期昼のねみのもったさんが当時やってた番組でこれを紹介したら市場から全部なくなってしまったことがあったんですね。そのぐらいこう人気の植物です。またどんなちっちゃい鉢から育ててもどんどん大きくなります。で、例えばこういっぱいいっぱいこう葉っぱが出てくるんですけど、その葉っぱが多すぎるからってバツって切るじゃないですか。切ったやつをブスッと土に刺しておくと、もうそれですぐ根つきます。もう何も必要ありません。もう切ったのをどんどんね、刺しておけば、また一つ切ったやつで一つ鉢が出来上がってしまうぐらい、どんどん増やすこともできますし、どんどん大きくなりますし、特にまた水も全然必要ないんです。もう1週間に1度とかあげなくて大丈夫です。2週間とか3週間に1回あげてれば全然この子は問題ありませんので、そのようにしてください。逆にね、毎日やってたら本当に根腐れを起こして枯れてしまうこともあるんですが、ただ根腐れを起こしても根腐れしているところ、葉っぱが腐ってくるんですけど、腐ってないところで切るじゃないですか。腐ってないところで切って土に刺しておくと、またそこで再生するんですね。そのぐらいもうどんどん大きくなるし、すぐに再生するし、本当にこの子枯れることはありません。なのでもうとっても初心者の方にはぴったりな植物だと思います。またね、サンスベリアスタッキーみたいな細いこう樹形のものとか出ていて、そっちはねまたねおしゃれなんですよ。おしゃれインテリアにしてもとってもかっこよい観葉植物なんで、もうねこれはねダントツの1位だと思います。はい、ぜひね、もう初心者の方ももう観葉植物プロの方も、サンスベリア、いろんなサンスベリアを飾って楽しんであげてください。はい、今日はね育てやすい観葉植物のトップ7を皆さんに、紹介しました。この観葉植物でしたら絶対に失敗することはないと思いますので、ぜひね皆さん育てて、またお家に飾ってあげてください。また、この飾ってねこんな状態だよとかね、そういう意見とか、お話とか気軽にコメント欄にコメントくださったら嬉しいですので、ぜひコメントもしてください。ではね、今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録してくださる方がどんどん増えて、とてもね励みになっておりますので、これからもチャンネル登録もまだされてない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回有益な情報を皆さんにお伝えしたいと思いますので、またぜひ次もご視聴ください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。最後まで不発ではまた。